大安市は中華人民共和国山東省西部に位置する地球市である。法然の儀式が行われる山で御竹の一つの泰山が位置し、道教、仏教の中心としても多くの文化人や参拝客を集めてきた。人口の98.7%を漢族が占め、他に海賊などが居住する。市街地から見た泰山面積7762平方キロメートル。 東経116度02分から117度59分、北緯35度38分から36度28分にかけて広がる。東西1 7 6キロメートル、南北9 3トルの地域は全体に山勝ちで中央に大山が位置する。北は、小都、西南市、東に、白市、東南に、林義市、南に、西南市と接する。西は、 両上市及び黄河に接し、その向こうは河南省である。タイアンは大陸性気候でモンスーンの影響を受ける。平均気温は最低がマイナス2.6度、最高が26.4度、年平均降水量は697ミ、mm、リメートルである。タイアンは新石器時代の大門高文化に属する湿度品が見つかっている。春秋時代と戦国時代には、 聖や炉が支配した。旗は白明と名付け、大山のあるこの地を重要視した。唐は寒風圏を、北宋は笹具府圏を、金は台安軍を、明は台安州を置き後に台安圏とした。1958年に台安市となり、1963年に一旦圏になったが、1985年に地球市、台安市が設置された。 泰山の宗教的、政治的重要性については、泰山を参照。機械製造、工業、夜勤、化学工業、建材製造などが、主な工業活動。山東省の重要な炭鉱地区、鉄工業地域である。工業資源は、石膏、天然用、石炭、石灰石、石綿など。石膏、洋は中国でも生産工が主位である。また、 農業も盛ん。小江城の桃、大山の赤、鱗を赤レーバ番グリなどは有名。また漢方薬の原料も採取される。台安の台山駅は北京、上海を結ぶ稽古線上にある。また新大山、大小江線がここで交差している。2011年には稽古高速鉄道台安駅が開業した。道路は、大来高速のほか、北京。 上海間の渓谷高速道路、北京、復州間の渓福高速道路などが交差する。120km 北には災難空港がある。泰山西勝区に研究、市、2県を統括する。路中南行政区大制線区の中南、行政区泰山線区泰安船区安地区泰安市。ありがとうございます。